はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日は久しぶりに東急ハンズに行ってきまして、スキンケア、コスメ、収納用品、お掃除用品などなど約5万5千円分購入してきました。新生活といってはまだ早いかもしれませんが、ぜひ参考になれば嬉しいなと思います。そして今日はなんと視聴者さんへプレゼントも購入してきました。こちらは動画の後半で紹介したいと思います。それでは早速スタート。はい、ということで、髪の毛が変なの、アップにした方がいいのかしら。はい、ということでまずはムクナのコットンパフ120枚入り。このコットンパフは結構 SNS でバズっていて、東急ハンズといえばみんなこれ買ってます。ムクナコットンパフは350種類以上の有害化学物質を対象とする厳しい分析試験にクリアした製品だけ与えられる世界最高水準の安全な繊維の証であるエコテックススタンダード100っていうものに承認されているみたいです。今私コットンパフイプソンのものを使っているんですけど、まあまあお値段がするのでね。こちらがムクナのコットンパフで、こちらがイプソンのコットンパフ。大きさはほぼ同じかな、まあ、若干イプソンの方が柔らかさはありますが、触り心地も似てる。3枚ぐらいにめくって使いますね。ポイントリムーバーとかを使う時も表面は毛羽立ちにくそうな感じがします。私はトナーとかをコットンにつけて化粧水前にコットンパックしています。1枚で頬が埋まるぐらいの大きさがちょうどいいですね。で、こちらは半分に切って0個で、気分で鼻の時もあれば、今日は顎がちょっと荒れてるので顎にします。使い心地めちゃめちゃいいです。すごい柔らかいコットン。次が、私ね、来月韓国に行くんですよ。で、ちょっと歯ブラシなくしちゃったので、アパガードプレミアのトラベルセット買いました。私はブラウンを選んだんですけど、ピンクとかもありました。ここにフック、こうかけれたりもします。で、私このアパガードのホワイトニングに特化した歯磨き粉がすごく好きで、まあ、今お家ではね、別のものを使ってるんだけど、外では必ずこの歯磨き粉を使ってます。歯ブラシもね、ベージュで可愛い、キャップ付き。ありがたい。結構密度があって細めのブラシになっております。かなり柔らかめかな。そしてこの持ち歩く用の便利なアパガードプレミアもストックで購入しておきました。ちょうど手のひらサイズですね。これでもね、十分入ります。で、今韓国に行くって言ったんですけど、いつも通り圧縮袋も買いました。 M サイズ、L サイズ、2枚入りずつのもの。スライドジッパー付きです。で、掃除機いらず、もう手でシューって圧縮するだけのもの。柄もすごくシンプル。裏は透明になってるので何を入れたか分かるのがいいですね。韓国では持ってった洋服とか買った洋服を圧縮して、お土産たくさんキャリーケースに入れれるように持ってきます。続いてがハリーハリーの大人美首オイルというものです。首専用のオイルなんですよ。すごい、めちゃめちゃみずみずしい。肌にスーって馴染んでいく。ギトッとしない感じ、良さそうですね。うん、めちゃめちゃいい。で、首って結構年齢が出やすかったりとか、私はね、プツプツとしたイボができちゃうタイプで、特にイボとかに効くよって書いてあるわけではないんだけど、無香料、無添加処方で、ポツポツザラつきにアンズオイル、サジーオイルがお肌の気分を整えて、ツヤのある滑らかな首元へということで、すごく気になって買いました。寝る前にこの首専用のオイルを塗りたくって寝ようと思います。毎日ね、オイルを塗るだけでもお肌がこう柔らかくフルッとして見えるので、やっぱ寝る前のオイルはすごくいいんだなと思って、なるべくオイルでお肌を柔らかくした状態で寝てあげるってことをやってます。続いてがキウイの10ミニッツアロマというアイテムで、私これね、サガハマってて、お友達のギフトなんかにも選ぶんだけど、いろいろ香りがあって、この03番が一番好きな香り。これは一つがトレイになっていて、こっちがマッチになってます。で、このまま火が消えるまで数秒待ちます。消えて煙が出たら、このトレイに置きます。で、これで10分間香りを楽しむことができるので、寝る前によく使ってます。めちゃめちゃ癒されるんですよ。続いてがオーラルパフュームのマウススプレー、ローズピーチの香り。口臭を防ぐ、口内の保湿ケアもできるんだって。この桃のジューシーなイラストにすごく惹かれたのと、ピンク色のパッケージに、これってパケ買いしたみたい私うん、おいしい。なんかバターみたいな味がする。辛くない。匂いの強い食事の後、口の乾き不快感、お酒やタバコの後、商談とかミーティングがある時にたくさん話すと口が乾いてみたいなことがあるんだけど、口内保湿ケアもできるってことは、そういう時にもいいってことだよね。人前でお話しするお仕事の方とかなんかはいいんじゃないでしょうか。ということで、次、そろそろ泡立てネット買い時だなと思って、マーナの泡立て工場泡立てネットを購入しました。柔らかネットと4層構造で濃密な泡立ち、
逆さにしても垂れてこない濃密泡ができるらしいです。確かにこのままお肌に当てても良さそうなぐらい柔らかい、もこもこできめ細かい泡でやっぱお肌を洗ってあげると全然違うの。泡立ちってすごく大事だなって思う。泡が絞りやすいネットの長さにもこだわりました。結構なんか大きめなネットです。で、水切りが便利なフック付き、こうやってフックでかけておけるのがありがたいですね。で、もう一つ泡立てネットで気になったものがあって、ゴジットの極上の肌触りきめ細かい泡でこすらず泡洗顔、独自の製法で炭配合、そして極細のマイクロファイバーでできた泡立てネット、不思議と思って買いました。すごい柔らかい。で、ネットってポリなので水切れも乾きもすごく早い。一方でこちらのマイクロファイバーはナイロンとウレタンフォームなんだって。力を入れずに優しく撫で洗い、あ、このままお肌に触れて洗うっていうアイテムなんだ。またちょっとこのネットとは違う使い方ですね。すごいです。でも濃密なもっちりとしたきめ細かい泡ができます。すごい。続いてがシャボン玉無添加ボディーソープ、お肌に優しいたっぷりの泡で手のひら洗いというアイテムです。ウータンが結構肌荒れやすくて、今使ってるのがミューズなんだけど固形石鹸タイプ使ってるので、ウータンが泡立てるのに時間かかっちゃうので、やっぱりこういう液体タイプの方が向いてるなと思って買いました。泡切れがよくさっぱり洗える、しっとり天然由来の保湿成分で突っ張らない、デリケート肌に無添加の泡が肌を優しく洗う、グレープシードオイル配合、香料着色量不使用になっております。ウータン結構お肌がさ荒れやすくて、食事でもすごい出やすいですし、ちょっとアレルギー体質なのかなっていうのがすごく心配なので、なるべく無添加の低刺激のものを使うようにしております。はい、次がコスメ類買ったんですけど、最近ね、マスカラ、ファシオのマスカラかムードのマスカラを使っていて、違う種類のこのムードのインスパイアスキニーカラーリングマスカラ02番のブラウンっていうカラーを買ってみました。これはね、めちゃめちゃブラシが細いのでやりやすいです。しかも綺麗につきます。まつげのキワキワからクイッとブラシをスライドさせることができるから使いやすい。ロングマスカラとかだと結構繊維がパラパラ落ちてきちゃったりとか、下まぶたににじんじゃったりなんかあるじゃん。でもムードのマスカラちゃんとピタッとフィットしてくれて、1日過ごしても下になんかついちゃったわとかもなく過ごせるの。やっぱりマスカラはね、ブラックは相変わらず使わずに、抜け感が出て目がパッチリと大きくなるブラウンをずっと使っております。最近春なのでモーブピンクとかそっち系のアイシャドウを使うことが多いんだけど、このブラウンがすごくマッチします。こんな感じでしっかりとまつげが際立ってくれます。続いてがキャンメイクライティングリキッドアイズの02番です。私最近こう涙袋を作るメイクをしておりまして、ずっとこのキャンメイクのやつは使ってみたいなと思ってたんだけど、ちょっと若い子向けなんじゃないかと思ってて買わずに行ったんだけど、ぴったり密着してくれてすごい速乾性もある、ですごい使いやすいっていうので買ってみました。手にトントントンってのせて、何回かこうやってねスッスッスッってやればすごい自然なつき方になる。で、これで、これいつも何使ってるんですかって言われるんですけど、こちらです。ドンキホーテで買いました。で、下の部分に影を作ってあげます。で、ぼかしてます私。こんな感じで作った感のある涙袋が最近は好きで、こんな感じでいつも描いてます。あるのとないのだけで全然違いますね。続いてはボリカの美容液ラメライナー203番クリームイエローというカラーです。私はね、目元をラメラメさせるのがやっぱり好きなのでこちらを買ってみました。こちら美容保湿成分ヒアルロン酸とセラミドが入ってます。一塗りで目元ぷっくりピタッと密着、ラメが落ちにくいお湯で落とせる。やっぱ目元って皮膚が薄くて乾燥しやすいので、美容成分も入ってキラキラメイクもできるなんてめちゃめちゃいいじゃんと思って買ってみました。ラメライナーが欲しくて、いろいろテスターでね10本ぐらい手にのせて比較したところ、このボリカのラメがダントツ綺麗だった。程よく細かい粒子のラメも、大きすぎないラメもバランスよく配合されてるなっていう印象で、これが優勝だったので買いました。こうやってラインを引くのもすごく綺麗だし、ちょっとこうぼかして使うのもありだし、あと下地として使っても良さそうだなって思いました。めちゃめちゃ綺麗な輝きなんですよね。これ、このラメおすすめ。これはね、まつげの生え際のほんとすぐ下にこう溝があるじゃないですか、そこにラメをね薄くのせるのが最近の私のブームです。わかるのかな、これ伝わってんのかな、画面越しで。めちゃめちゃ綺麗、キラキラってやるか、チュルチュルウルウルっていう感じの光り方です。
続いてが、私の大好きなエトゥセのリップエディションティントルージュの03番。この03番っていうカラーは初めて買いました。少しビビッドなサーモンピンクっていう感じです。2色持ってるんだけど、どちらもすごく使いやすくて、しかも色落ちしにくい。で、細い設計なのでオーバーリップにならずに唇にすごいフィットするサイズ感なのも使いやすいんです。で、テッシュオフしても色残りがあるんですよね。何回か塗っていくと全然落ちないです。次、やっと買いました。こちらウォンジョンヨのリップスティック02番、アンティークピンク。このアンティークピンクが一番欲しかった色なんだけど、今までずっと品切れでなかなか買えなくて、やっとゲットしたカラーです。透け感もありながら程よい発色感なんですよね。うん、めっちゃヌーディー。すごく塗り心地はムチッと程よいツヤ感を出してくれるリップです。可愛いこの色。やっぱり普段使いすっごいしやすそう。自然に馴染んでくれるカラー。これもピンクってよりかはさっきと同じ系統のオレンジ味がある色ですね。こっちはちょっとチュルッとするけど、こっちは程よくツヤでも全すぎないって感じです。潤い美容成分が入ってて、オイルも配合されてるんだね。ステッカーライティング処方フィックスオイルが唇の水分でゲル化しカラーを閉じ込めてくれる。確かに色落ちがすごくしにくいんですよね。こちらのリップを購入しました。あとは文房具をね買いました。東急ハンズといえばの話題のペン2種類。まず1つ目がエナージェルというボールペンで 0.5 と 0.7 があったんだけど、私は 0.5 のブラックを買いました。なんかブラウンとか深みのあるグリーンとか、なんか絶妙なカラーがあるんだよね。このボールペンの特徴はめちゃめちゃ滑らか、そして太い線細い線が描ける。サンプルでねちょっと使ったんだけど、めっちゃ滑らかでサササって書いても字が汚くならないので買いました。そしてこちらミニピーデコのレッド水性のペンですね。これなんと太いペンとめちゃめちゃ細いペンが一緒になってんの。こっちで細く書いてこっちで太く書いてみたいな。で、私最近韓国語の単語を覚えていて、それ書き写すのに良さそうだなと思って買ってみました。ちなみにこれ今人気なのか、青と赤しか買えなくてカラーが全然なかったです。ちなみにこのワードブックは楽天で私は購入しました。開くとこんな感じになってて、こっちを隠しながらでもいいし、こっちを隠しながら覚えてもいいし、シンプルで使えそうだなと思ってこちらを買ってます。あ、で、今回5名の方にプレゼントを送らせていただきたいなと思ってメッセージカード買いました。今回ね、プレゼント探すときに私の中でも桜色っていうのがテーマだったの。だから桜色にしました。こちらにお手紙を書いてお届けしたいと思います。で、プレゼントを入れる用のこの桜のラッピングも買いました。かわいい。やっぱ桜って気分上がるね。チェリーブロッサムチェリーブロッサム。で、続きまして、これ久しぶりに買いました。洗濯マグちゃん活性化洗剤ゼロ、香料ゼロ、漂白剤ゼロ、300回使用可能なメッシュ仕様。マグネシウムが入っていることによって汚れをしっかりと落としてくれるんですよ。なので洗剤が不要になるってことですね。だから環境にも優しいっていう。アルカリイオン水が洗濯物についた皮脂とかの汚れをしっかりと落としてくれるみたいです。ある調査によれば、市販の洗濯用洗剤が皮脂汚れを分解率は 30%、 そこに洗濯マグちゃんをプラスすることで分解率を一気に 42% アップするということで、より汚れが落ちやすくなるということですよね。使用上の注意はいろいろあるんだけど、ウールシルクカシミヤの洗濯には使用しないこと、乾燥機は使用できるけどメッシュが傷む可能性がある、あと洗剤柔軟剤漂白剤と併用可能ですけど、塩素系漂白剤を含むものとの併用はやめてくださいということです。前はすごい使ってたんだけど、最近使わなくなっちゃったのでまた使ってみようと思って買いました。続きまして、じゃあの歌丸石鹸専用ケース付きのものを購入しました。歌丸はすごい使いやすいですよね。手にも優しい、環境にも優しいで、しかも汚れをしっかり落としてくれる。もう歌丸様々ですね、我が家は。で、ウータンの靴下の裏ってめっちゃ黒くなるんですよ。で、洗濯だけでやっぱなかなか落ちないので、この歌丸石鹸でガーってこすってあげて、軽く手洗いした後に洗濯で洗おうと思って購入しました。これでちょっとね、こするだけでもちょっと白くなるんですよ。香りも爽やかで清潔感あってすごく好きなんですよね。この専用ケースがシリコンタイプになっているので、これに詰め替えます。使い終わったら石鹸が乾くまで立てて乾かしておきます。
次、これはリピ買いです。オキシクリーンのエリソレ専用直塗り可能の洗剤です。襟周りファンデーション地味がすごくつきやすくて、なかなかね、襟地味ってただの洗濯じゃ落ちないので、そういったものにこちらでダブル洗いもしております。次、じゃん、アイラップ100枚入り。アイラップは本当あると便利で、お肉に下地をつける時とか、熱湯でこう具材に火を通す時とか、それこそ最近胸肉のハムを作ることが多いので、胸肉をこの袋に入れて湯煎調理したりとか、電子レンジももちろん使えるので、冷凍したものを解凍する時にもすごく便利だし、調理以外にも衛生的に持ち運ぶものを入れたりとか、旅行の時に持ってってゴミ袋として使ったりとか、もういろんなシーンで使えるので買いました。マチ付きなんですよね。横が25センチ、縦が35センチタイプです。で、これ知らなかったんだけど、アイラップがぴったり収まる専用のケースが売ってるんですよ。こちらに詰め替えて使いたいなと思って買いました。このままカパッとかぶせて蓋するだけ。すごい、めっちゃいいじゃん。横にして使うこともできるし、スタンドしていくこともできます。で、お風呂のちょっとシャンプーボトル替え時なので、マグネットタイプのボトル3本買いました。え、ちょっと待って、私さ、すごいんだけど、ここに薄くボディーソープとか書いてあるの、これ見えてなくて、なんと3本とも被らず、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープってなってるんだけど、天才なの私。すごい、よかった。こう、うっさら書いてあるの、ありがたいですね。これは直に液体を入れてもいいですし、パウチごと入れて使うこともできるタイプのボトルです。続いて、このミニラップとオイルを購入しました。これはカインズのアイテムですね。カインズのアイテムもちらほら売ってるんだよね。で、それ専用のミニのラップ用ケースとアルミ用のケースを購入しました。見た目は一緒。最近ラップをそのまんま冷蔵庫横にかけておくことが多くて、でもなんかよく料理動画撮るときに後ろ結構ガチャガチャしてるなと思って、それが気になってたので、やっぱりケースに詰め替えて使おうと思って購入しました。あ、なんかこのラップすごいやわやわ。あ、なるほど、これね、すごいです。普通のラップってパリってやるじゃないですか、けどこれはここにピタッとくっつけて、この蓋をパチッとやると切れるんです。わー、すごい、なんだこれ、めっちゃストレスフリーだぞ。ラップのイライラなくなるね。ぜひみんな買ってください。めっちゃいい、最高、気に入った。続きましては、こちらのツヤ出しクロス。スーパーハード、ハード、ソフトというタイプがあって、私は真ん中のハードタイプを購入しました。金、銀、プラチナ、銅、真鍮、鉄、ステンレス、チタン、別鋼。こちらの指輪、これはトムウッドで、こっちがエルメスなんですけど、やっぱ使ってくると曇ってきたりするので、これで磨いてツヤを取り戻したいと思います。こちらは私が好きなフィリップっていうところのシルバーアクセのブランドなんだけど、使えなくなるほど真っ黒になっていたんですけど、こんなにピカピカになりました。こちらもフィリップ、何年放置してたんだって感じ。自分で磨くだけでもこんだけピカピカになりました。あとちょっとこまごましたキッチン用品を購入したんですけど、まず寿司巻き、ドリテックの調理温度計、揚げ物するときにこういうのでいつも測ってやってたんですけど、今まで持ってたもの壊れちゃったので、こちらを買いました。そしてこちらもドリテックのタイマー。今までのもの、これは多分もうね、10年選手ぐらいのタイマーなんだけど、例えば1分20秒だったら20回押さなきゃいけないの。だからめんどくさいんですよね。で、これだったら分から秒数まで一発でセットできるので、すごく楽だなと思って、今日からはこちらを使いたいと思います。リセットも簡単だし、モードは時間も表示されるんだ。ちなみにマグネットでピタッとくっつけられて、後ろでね、音量も切り替えられて、ハイだとこのぐらいの大きさ、ローだとこのぐらいの大きさ、サイレントもできます。そして最後はレイヤーのクリアタイプの計量スプーン。割れにくくて、熱に強くて、トライタン樹脂でできたものです。すごいシンプルな設計なんですけど、これで小さじ半分と小さじ大さじ1本で成り立ちます。ということで、最後に私が皆さんに感謝の気持ちを込めて、5名様だけになっちゃうんですけど、購入してきたものがありますので紹介します。こちら、さっきね言った通り、桜っていうのが今回のテーマだったんですよ。で、ちょうど桜色があったので、これだと思って決めました。私自身、この別のまたメーカーなんだけど、このマッサージガンを使ってて、ブルルルってやるだけでもすごくスッキリするし、血流も良くなって、顔とかもすごいスッキリしたなと思うから、足とかもこまめにやってあげることで、どんどん喉むくみにくくなって、しかも冷えにくくもなったなっていうのを実感してたから、ぜひ持ってない方は使ってみてほしいです。
ということで、ちょこちょここういった感じで、私がただただ一方的に皆さんに動画をお届けするんじゃなくて、なんか感謝の気持ちを表現できるタイミングとかないのかなってモヤモヤしながら YouTube 活動してるんだけどさ、こういうのもありかなと思って、そんな高価なものは送れないかもしれないけど、私の気持ちとして受け取ってくれたらなと思います。お手紙もしっかり書くのでね、ぜひぜひ応募お待ちしております。詳しくは概要欄の方に書いてあるので、そちらを見てください。ということで、今日の動画が少しでも良かったよ、参考になったよと思ってくれたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。